ドンキホーテの著者、ピエール・メナールは、ホルヘル・イス・ボルヘスによる短編集、電気集に収録された作品の一編。ピエール・メナールという20世紀の作家が、ミゲル・デ・セルバンテスになりきるなどの方法で、ドンキホーテと一時一句同じ作品を作り出そうとした、という設定の下、セルバンテスのドンキホーテとピエール・メナールのドンキホーテの比較を文学批評の形式で叙述した。 短編小説である。この小説は、ピエール・メナールの残した作品のリストや、二つのドン・キホーテの比較からなる論文であり、究極のパロディ小説であると同時に、全く同じテクストに対し逆に時代や文化、作者といった周辺条件の側を書き換えることで、何が起こるのかを鮮やかに描いて見せている。これらの四論和書を読むとは、何なのか、それは書くことと、 どのようにつながっているのかという問題に光を当てることになる。完全に一致する作品を生み出そうとするメナールの行為は書の本質あるいはイデアに近づく行為である。読者はメナールの可能性により既存のあらゆる書物に対して同様の方法で無限の可能性を投げ込むことができる。そしてボルヘスはそのような可能性を示すことで 既存のすべての書物に対して、それらに一切触れることなく、実質的な改変行為を行っているのである。テーマである、ドンキホーテが、騎士道物語を意識的に裏返した、最初の近代小説であることに注意したい。ボルヘスは、ドンキホーテを、さらに裏返しにし、意識的な小説行為それ、事態を描くことに成功した。後に、 アメリカのジョン・バースがボルヘスを発見した際に、月の文学で言及したのもこの作品である。ボルヘスは、書を読むということは、書の経てきた歴史をも読むことという趣旨のことを述べており、この考えを最も簡潔な形で表現したのが、当作品であると言えよう。ありがとうございます。